はい、2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。どうも、2019年、1月ですね、1月の7日月曜日になりますけれども、14時58分ですね。厳しい戦いとなっております。試験投資1000円ずつの投資ですけども、去年の、去年から今年にかけて約4週間ですね、決まった戦略方法の試験投資1000円ずつのバイナリーオプションハイアンドローで実施しております。でですね、全体で勝率は勝ってるんですけども、今年厳しくね、3勝4敗だったんですけども、なんとか4勝4敗ということで今年ですね、立ち直りました。すごいですよ。もうなんとか頑張ってますよ。で、このようにね、今4勝4敗なんですけれども、とても厳しいね、戦いでですね、勝負がつかないという、ね、戦いが続いてました。今年ですね、4勝4敗でね、4勝4敗なんで手数料分だけ損してますけれども、まあ、500円ぐらいですかね、損してますけれども、4勝4敗ということで立ち直りました。今年ね、月曜日になって、立ち直りまして、これからね、投資してまた今月は少額ということで少しずつ資金を上げていって、いこうと思います。次は2000円ぐらいからということでね、この資金だけで増やせるかということですよね。で、私の場合の投資とか仕事に対してのかけ方は命をかけてやりません、ね。私は一生食っていくお金はあるんでね、年金合わせて一生食っていくお金があるんでね、それを壊すような投資方法はしません。お小遣い、自分のお小遣い以上投資しません。それの額で増やすということですね。お小遣いが増えたら、投資で増えたら、その分掛け金に使うということでございます。ですので、仕事で命かけるような厳しい戦いはしておりませんけれども、ね。それ以上に努力と技術と進歩を持って仕事をしております。ですから皆様方が命を懸ける以上のね、仕事をね、頑張りをやっているわけです。皆様が命を懸けて やるというレベルは私にとっては1割ぐらいで達成しちゃいます。命懸けないで。これをよく知っていただきたい。これが世界バイナリーオプションスペシャリスト社の地位と技能でございます。命を懸けて仕事をするなんていう無茶な、ね、また一生食っていくお金がないような人、こんな人たちは、ね、まだ勉強部、社会で勉強して、ね、からにしなさいと、ね、私は言いますけども、強制ではありません。技術を磨いて熟練で社会でね、私はもう大きい会社も100億円以上の会社、大会社も自分の能力で立てておりまして、いくつも立てておりますね。 JBCC ホールディング、 JBCC グループ、これは私が創設名誉会長ですね、最高創設者ですね、というようなことでね、いろいろあるんですね、私が。あと、僕は、
カジノも経営してますね。日本でカジノ経営してます。これは私だけでしょう。日本ではね、弥彦競輪場ね、創業者です、ね、これはまあカジノと同じでしょうね。ということでよく知っております、国で運営しておりますけれども、私が建てた競輪場ですね、これ国で経営してもらってますけれども、私が最高創設者です、ね、そんなことで、掛け事、仕事、ね、命をかけてかけないということを絶対しないといけないですね。余裕があることです。自分の財産にね、お小遣いで億万長者、世界一の億万長者に投資して稼げる、ね、私は例えばあのビル・ゲイツの家にも豪邸にも呼ばれたことありますね。行きませんでしたけどね。で今2位でしょ。僕はあのあと1位はアマゾンさんらしいですけども、ちょっと現在見てませんけど、を私は世界一を越すということで頑張ってます。ただの億万長者じゃないです。世界一を越さなければ意味ないでしょ。これはね、命かけないんです、私の場合。だから強いんです。命かけないから強いんです。命かけてるし危険性があるし、近寄ったら危ないですね。私は大嫌いです、命かける人は。余裕がないんで、命かけないで自分の能力で大金を稼ぐということは大事なんですね。これが能力なんですね。命をかけて仕事、これはもう手遅れですね。ダメです。勉強は大事です。私の家では東大はね、3人卒業してます。で、さらに私はそれ